ですね、ここにアリエスにつける前にちょっと花をね通るかどうかしてみたんですよね。そしてこのままではね通らないので、大きなこういう毛糸針の大きいのをこう通して、なるだけねこう通るように何回もこう行ったり来たりして通りやすくしてから、こうまだこう曲げてない状態の時に差し込んでできたので、こんな感じでこう曲げてね、このワイヤーを曲げて仕上げました。レース糸をねこう巻いてるので、頑丈にねちょっと色もねあのワイヤーの色が見えないようにレース糸で巻いてカットしましたね。で今からこれをねあのリースにつけていこうかなと思うんですけど、どんな風にねつけるかこういうのが苦手なんですけど、こう前面に出したがいいかな、こう前面に出したり奥にね奥の方にしたり、こういろいろしてみてから、ちょっと顔はちょっと上向きがいいのかな、顔を上向きでちょっと手の方もつけてみますね。全体こう置いてみてから全体のバランスを見ないと縫い付けられないですからね。こんな感じかな。こんな感じでいいかな。なんかつけるときが一番こう悩むんですよね。かな。こんな感じで顔の方をつけていこうかなと思います。なかなかですね、つけづらいですよね。
外れないようにグラグラしないようにつければいいんですけど、なかなか難しい。別のところに針を出して、ちょっと時間かかったんですけど、何回もねこう前後ろ往復してある程度こう固定するまで往復して縫い付けてきました。最後にね手を縫い付けようかなと思うんですけど、今から手を縫い付けようかなと思います。縫い付けにくいので一回裏の方に糸を出してから
付け方はね、いろいろあると思うんですけど、こういうの得意じゃないからごめんなさい。こんな感じで片方つきました。あと片方もね、今みたいにしてつけてこようかなと思います。手もつきましたね。こんな感じですね。だから手はこう縫いにくいですよね。だから後ろにやって、後ろに出して、またその出たところに針を刺して、前の方に針を出して、そういうふうにした方が留めやすかったですね。で、今からこの周りですね、周りをデコレーションしていきたいと思います。あとはもうね、ボンドで貼り付けるだけなので、まあこういうのはね、自分のセンスでね、貼り付けようかなと思います。 いろんなね、お花の色も自分のね、お持ちの糸でね、編んでつけられてもいいと思います。まあせっかくなのでね、お正月なのでね、ちょっと赤いお花を編んでつけようかなと思います。割とたっぷりめにね、つけて取れないような感じに、どうすかな、今花をね3箇所つけたんですけども、あとね、残りのお花と、最後にこのね、ビーズこういうのをここにつけたいんですよね。それをどういう風につけようかなと思ってるんですけども、最後にこのお花をつけますね。真ん中にね、こう玉結びでこっちしてるんですけど、赤いお花と、なんでかしたかというと、絞り足らなくて、こう中心のね、ところがちょっと隙間が空いてたので、ちょっと見栄えが悪かったので、こっちは玉結びでその穴を隠しました。こんな感じでね、今からボンドで、すぐにくっつかないんですよね。だからもうちょっと、どうしようかな、ビーズの後ろにボンドをちょっととりあえずつけてからしようかなと思います。今からね、これをつけようかなと思ってるんですけど、ビーズの甲を乗せるので、ビーズの下2つのところにボンドをこうつけました。
程度乾いてからねしっかり留めたいんですけど、箇所をこうつけたいんですよね。ちょっと落ちていくね。こんな感じで仕上げてきましたね。まだねカットしたこのビーズがあったので、これを足してちょっと大きい方をね上の方にして、下の方に大きい方があったので、もう少し上にもね1個ぐらいあったがいいかなと思って、たまたまカットしたビーズがあったので、これも足してこれを4本にしましたね。で、根元の方がねボンドとかつけて見栄えが悪いので、このお花で隠すようにお花もこうボンドでね塗って、根元のこの4本のねビーズの根元の方にこうのせました。これでねタツのねリースが完成しました。この後付けのねこのワイヤーもグラグラするのでね、この根元にボンドをつけて固定しました。目もねボンドでつけて固定しました。こんな感じで来年の干支のタツのねリースができました。だるまさんと一緒にね飾ったらね可愛いんじゃないかなと思います。まあ表情がね違いますよね。こんな感じで苦戦しながら作っただるまとリースですね。やっぱりこういうの飾ったらこうお正月らしいですよね。なんとなく雰囲気がね赤と白のお花で飾りつけてタツのリースを作ってみました。かわいい後ろはこんな感じですね。これは別にいらないっちゃいらないんですけどね、やっぱりこう色もねグリーン系で編んだ方がこうなんとなくこうイラストとか見てもこうグリーンっぽいのが多いのでね、私も今回はグリーンでね編んだんですけど、グリーンがねない方は別の色でもね構わないと思います。ただ中細ぐらいのねニットの毛糸だったらどれでもいいと思うんですよね。こんな感じで今回はね浜中さんのピッコロの糸でタツのお顔とか花を編んでリースにしました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。